山口県岩国市の錦帯橋の桜です。岩国市の名所錦帯橋にやってきました。日本を代表する木造橋です。錦帯橋の桜は日本桜名所100選に選ばれていて、ちょうど満開でした。そして河原の菜の花も満開を迎えていました。それでは錦帯橋の桜をご覧いただきましょう。愛媛県の松山から錦帯橋に着いたのが夕方近くでしたが、観光客はまだたくさんいます。錦帯橋の北側に広がる亀甲公園の方面に向かってみます。山の上に岩国城が見えています。この岩国城は日本名城百選に選ばれています。亀甲公園は旧岩国藩主の吉川家の氏神社が移転した後を中心に作られた公園だといいます。亀甲公園の桜も錦帯橋の桜とともに日本桜名所100選に選ばれています。岩国の五連のアーチ木造の錦帯橋は意図美しき。満開の大花のもとの錦帯橋、花霞のゆえかうっすら霞。山上の岩国城を眺むるは亀甲公園花曇りのもと。山口県宇部市の常盤公園の桜です。日本桜名所百選の一つ常盤公園にやってきました。常盤公園には約3500本の桜があると言いますが、来るのが少し早かったようです。機会があればぜひまた来てみようと思いました。
いつの日か常盤公園来てみたし、3500本満開の日に。